はいどうも、エルザです。それではデッドバイデイライトやっていきたいと思います。さて、今回サバイバーなんですけど、いつもと違ってフェンミンちゃんでやっていきたいと思います。久しぶりの他のサバイバーっていうね、ちょっとね、フェンミンはね、欲しいパークが今あって、今更なんだけどね、ちょっとあとはその使用感を試したいなっていうので、今回フェンミンでやってます。で前回に続いてフレディと、しかも破滅かいやー、フレディ率高いな最近。さあ、チェイスしてるね。今回は警戒ずっと一緒、セルフ系は、しなやかというところだね。警戒はそのさっきみたいに板を蹴ったり壊したりとかいう動作が入ると何秒間見えるという効果のものですね。いやー、まあね、破壊アクションした時だから、例えば発電機蹴ったりも入るね。そこか。いやー、ここフレディいいだろうな。見えたら飛んでこれるんでしょ。さあ、ちょっと救助向かいますか。チェイス中かな。えい。あ、回復するかい。はいはい、回復回復。まあね、ちょっと医療キットで回復特化もやってみたいよね、そのうちね。さて、発電機、うわー、もう次で、発電機なんだけど、今、イベント期間中なので、かぼちゃが発電機についてるね。大丈夫かな。まあ、直したいところではあるからね。すまへん。あ、でも来たわちょうど来たわ。あら、あー、すごい、あれか、わざとワープのふりしてか。やるねー。あ、パチュラあったね。はい、ナイス救助。いやー、馬キラーさんかなー今回。さあ、血族の効果。ちょっとね、パチュラの花弁欲しいな単純に。これね、チャレンジでこれがあるってなかなかだよ。マジで発電機回せねえな。まあ、飛んでいくよね。ここ見晴らしほんといいね。はい、シェリルさん。これはやばいマジでこの展開はやばい。前回はまだ破滅がなかったのよ。で、破滅がなければ
それなりに、正直耐えきれるというか、まだね、チェイスが上手い人が一人二人いたらどうにかなるんだけど、それができないっていうかね。さあ、蜂蜜を回収。4000。4000でかいね。まあ、これでチャレンジも達成できたわけだし。あ、スティーブスティーブだ、だらしない声よね。これ、ロッカー入らないとバレる、バレる。あっきり。ああ、見られたかな。飛んでくる？おお、すげえ。一気に飛んだね。はあ、マジか、早いな。さて、とりあえず回復。うわ、うめえな。ギリッギリでやめたね、飛ぶのね。うーわ、マジか。嫌だ、このキラー。マジで嫌だな。あ。ほんとうまいんだね。ダメだ。全然修理が進まない。回復しきってるかな、戻れるかな。近くいるね。お、回復しきったみたいだね。やべえな、マジで発電機がねえの、やべえな。あー、また5個でしょ。はい、破壊クションそこね。ちょっと一回視界に入ってそうな感じだったから。さあ回す。あー、でも右側行ったから誰か見つかったか。ケイトかなー。あー、見つかったねー。てか、見つかってから当てるまでが早い。一番あっち側。正面から飛んでくることはないと思うけど、とりあえずだねー。おお、チェイス頑張ってる、頑張ってる。ケイトがラスト。あ、いや、スティーブもラストか。さあ、回しきりたい。一個は回したい。やっぱバレてるよね。いやー、いい感じに変えてきたねー。え、ちょっと回復キットない。まあいっか、とりあえず自己回復しといて。さあ、スティーブがやられた。で、まあ、反対側にケイトか。やばいねー。やっぱちょっと望みの鍵を
鍵が欲しい。マップ、あー、マップはマップで助かるな。上にチェストがあるぐらいだよね。さて、鍵、まだ毛糸は追われてないね、割れてないね。その鍵じゃないんだよ。来るか。おーおーおお、危ない危ない。動揺が。動揺が。うへっ。どう？あ、釣るタイプか。あ、どう？地下？え？奥？勘のいいキラーだねー。持ったふりして近づいてくるんじゃねえかって呼んだってこと。もうちょい、もうちょいでいい感じ。ありがとうございます、ありがとうございます。もう一旦引きます。あー、きつい。見てなかった、単純。さて、おー、探してるね。うわー、ここはもう、多分、毛糸が出てくるまで釣らないんじゃないかな。ハッチも出てないからさ、探しようないし。さあ、ケイトさんがどう動いてくれるかだね。さ、回復完了。そりゃ探すわな。お、救助来てくれそうな感じだね。ちょっとできるだけスネアには当たらないように。探すねー。来た。思いっきりがいいね。じゃあ僕ちょっとおとりになるんでチェイスしとこっかな。さて、はい、駆け抜けて、来た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 。よし、よしよしよし、時間稼ぎはできた。あれ、許されてない。
やー、どうしようかなー。どうしよっかなー。ほい。あーチェイスが多い。あー、いや、また放置と。そうだね。ケイトさんは発電機は多分回せないだろうね。この展開はね。まあまあ、でも、その分、お、えらい。ちゃんと解除して、当たらなくなるからね、パレットとかの位置もわかるしね。ナイス回復。んじゃあまた走る。さらに走る。さて、とりあえず回復していこう。いやー、あ、バレたね。さあ、ケイトさん一撃。よし、回復成功。そして目も夢から覚めて、いた。あー、やっぱ3回目は持つか。もう痺れ切らした感じだね。よしよしよし。あ、諦めたー。諦めるの？そうなの？マジか。はあ、マジかー。ん？音がした。音、音、音、どこ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 。いや、後ろか。え？うわ、違う、こっちじゃない？あったー。ナイスー。え、角に発生することあるんだ。はい、ということで、フレディ、無事、勝ったね。めちゃくちゃ大変よ。で、今回のマッチね、結構脱出だけ来たとか、いろいろ使ってたのもあって、ポイントザックザックなんだよね。はい、11万。はい、ということで、今回ここまでとなります。さて、次回もまた、さあね、サバイバーかキラーどちらかやっていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。